セルゲイ・ユリエビチテ中品は、ロシアの男子バレーボール選手。ウズベクソビエット社会主義共和国のフェルガナ出身。ポジションは、ウィングスパイカー。元ロシア代表。1992年、ロシアスーパーリーグのベロンゴリエ入団。1999年にイタリアセリエのパルマへ、遺跡、2シーズンプレーした後、2001年にベロンゴリエへ戻った。ディナモ、カザン。 ロコモティフ・ベロゴリエ、ゼニト・火山を経て、2011年からベロゴリエ、ベルゴロドに所属。ロシアスーパーリーグでは、リーグ優勝10回とカップ優勝10回に貢献し、MVP を4度獲得。欧州チャンピオンズリーグでは、優勝4回に貢献するとともに2003年に MVP を獲得。2014年にも MVP を獲得した。1996年に、 代表入りして、以来、15年以上にわたりロシア代表の、レフトポジションのオールラウンダーとして活躍し、1999年、ワールドカップ、2011年ワールドカップで、金メダル、2002年世界選手権、2007年、ワールドカップで、銀メダル獲得のほか、オリンピックには5大会連続出場し、2000年、シドニーオリンピックで、銀メダル、2004年アテネオリンピック、 2008年北京オリンピックで銅メダル獲得に貢献した。36歳で出場した2012年8月のロンドンオリンピックでは金メダル獲得に貢献し、ソ連のインナリスカル、キューバのアナフェルナンデス、イタリアのサムエル・パピと共にオリンピックのバレーボール競技で4つのメダルを獲得した選手となった。ありがとうございます。